歌われるもの。トゥスクル編、よかったね。最後のクライマックス前の日常会で懐かしいメンバーにまた会えたのがめちゃよかった。カクとクオンの距離も近くなって、これ最後まさか別れちゃうとかないよねって嫌な考えもちょっと浮かんじゃいました。原作知らないのでこの線どうなるのかめちゃ楽しみです。以上、歌われるもののお話でした。